大手ハウスメーカーでリフォームの営業を設計をしています。2級建築の資格があり、将来的に2級建築を取得した後、リフォームやリノベーション専門の事務所で独立したいと考えています。独立自体は可能だと思うんですが、儲けて持続させるにはどのようなスキルや工夫が必要だと思いますか？営業力。なんだっけ、元ボクサーの、建築家の有名な人いますよね。結局あの人建築士の資格持ってないんじゃなかったっけな。でも、それなりにまあ、有名で、ちょっと突飛な建築をするので、需要があって、その発注が来るから、井岡さんはただのボクサーです。なんか元ボクシングの人で、安藤忠雄。で、安藤忠雄って、確か建築士の、資格持ってないと思うんですけど、でも結構有名な建築をいっぱい手掛けてるんですよ。なので、で、安藤忠雄、安藤と一級持ってんの？ごめんなさい、嘘つきました。持ってました。まあ、というわけで、有名になると仕事がいっぱい来るよという話でした。